キング・アンド・ドスの平野紫耀、騎士君の X についての新たな発見とファンへのメッセージ。キング・アンド・ドスの元メンバーで、現在は飛べ、ナンバーアイの一員として新たな活動を始めている平野紫耀が29日にファンへのメッセージを公式 LINE を通じて発信しました。このメッセージには最近のシンガポール旅行についてのエピソードや、 メンバーのキシユタが解説した SNS、キシ君の X についての面白いコメントが含まれており、ファンたちを楽しませています。この記事では、平野紫仕様の最新情報とファンへのメッセージについて詳しく掘り下げます。平野紫仕様、飛べ、ナンバーアイ、として再始動。平野紫仕様は、 キング・アンド・ピスの元メンバーとして幅広い活動を展開し、その多彩な才能で多くのファンから支持を受けてきました。そして、最近、彼は神宮寺ゆ太、岸優太ともにナンバーアイとして再始動を発表し、音楽活動に意欲を示しています。この新たなプロジェクトは、彼のファンにとって待望の出来事であり、今後の音楽活動に期待が高まっています。 シンガポール旅行の楽しいエピソード。平野紫耀は29日に飛べの公式ラインに登場し、ファンに向けて挨拶を送りました。彼は、こんばんは、ショーです。皆さんいかがお過ごしでしょうかめちゃくちゃ寒くなってきたネーム、と挨拶し、最近のシンガポール旅行について語りました。 その際、英語が喋れないという状況での旅行についても触れ、英語喋れないよれと、ジンとマネージャー君と3人で行ったんだけどハプニングもありつつ楽しい旅行でした小3人ともタクシーで変なところに降ろされがち傷、と楽しいエピソードをファンに伝えました。岸優ユタの新たな SNS、岸士くんの X について、 一番注目すべきエピソードの一つは、平野市洋がメンバーの岸優太について触れた部分です。岸優太は飛べ合流後に、X、Q ツイッターを解説し、個性的な投稿でファンを楽しませています。平野はこの SNS について、てかさしょう、岸くんの X やばくないですかしょう、俺的に結構ツボでたまに見ちゃう M。 とコメントし、その内容に触れました。岸優太の岸くんの X はファンにとって新たな楽しみの一つとなり、彼の個性や日常を垣間見る機会となっています。岸くんの SNS がファンにどのような反響を呼んでいるのか、詳しく調査してみましょう。ファンへのメッセージ。 平野紫耀は、キシんの X について触れた後、メンバーのキシユタとの旅行についても言及し、キシんとも旅行行きたいな、とファンにアピールしました。このメッセージからは、メンバー同士の友情や仲の良さが感じられ、ファンたちはその絆を応援し、喜んでいます。平野紫耀は、ファンとのコミュニケーションを大切にし、彼らに最新情報や思い出をシェアしています。 キング・アンド・ピスの元メンバーである平野紫洋が、飛べ、ナンバーアイ、として再始動し、最新の情報をファンと共有しました。特に、メンバーの岸優太が解説した SNS、岸くんの X についてのコメントが注目を浴び、ファンたちは彼らの活動に期待と興奮を抱いています。 平野紫仕様はファンとのコミュニケーションを大切にし、彼らに幅広い情報と思い出を提供しています。今後のナンバーアイの音楽活動やメンバー同士の友情に注目が集まることでしょう。